こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額金の10万円のね、話題をずっと去年から続けてきて、今年もまあ情報量は少なくなったんですけども、訴えかけ続けております。で、今日ね、紹介したいのは自民党参議院議員の西田昌司さんですね。この方は私のチャンネルではたびたび紹介してるんですけども、まあ唯一と言ってもいいぐらいね、強い口調で財務省麻生財務大臣に財政出動の大切さを訴えかけて、そして財務省とね、それから日銀の方のもうすでに、ね、緻密な質問を繰り返していって、もう言い逃れができないところまで外堀を埋めてですね、麻生財務大臣にもう何度も食ってかかってきていると言ってくださっている、私たち国民の味方なんじゃないかなと思える人ですね。まあこの方がもしね、この活動しなくなったらもう本当に終わりです。財務省転換になります。でも今財務省を切り崩して砕いて、そして財務省の考え方を変えようとしているところですね。で、先日はですね、麻生財務大臣に早く財務大臣を辞めろとまで言ってるわけですよ。麻生財務大臣、財務省を辞めてもらってね、で一個の政治家としてまた元通りの考え方に戻った時に、自分が財務省によって洗脳されていたってことが分かるから、そしたらまたね、財務大臣として、副就任してですね、含むして、でそこで財務省に対してもう鉄槌を下すというね、職員を全部入れ替えてもいいぐらいの権限発動をして、で財務省を入れ替えて、国民にもっともっと現金が行き渡るように、そして、ほとんどのね、苦しんでおられる中小企業が救われるようにというふうな舵を切っていく、財政出動、まさに MMT の中央を、ね、突破していただくような、そんなね、提言をしてくださる方だと思います。もうこの西田昌司さんがこの今の YouTube 活動をしなくなったり、自民党内ね、それから与党野党関わらずこの発信をしてくださらなくなると、本当に私たちはもう途方に暮れるばかりだと思います。先日は立憲民主党の副党首の原口さんですね、こちらの方にも面談してくださって、 MMT のことをね、理解していただいて、そして今立憲民主党内でもこの機動的財政論ですか、こちらの方どん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 進めてくださって、原口さんも毎日 YouTube をね、今までは国会の、なんていうんですかね、権暴力みたいなことやっててのんびりしてる人だなと思ったんですけど、今はね、違う、財政出動を切り替えていって、もうこの国を与党野党かかわらず、もうお金の面でね、解決している問題をもっともっと見える化していかないとってことで、発信してくださってます。まあこの西田昌司さんから始まって、このね、財政改革かなり進んでるんじゃないかなと思います。あとは本当にね、麻生財務大臣一人がせき止めてるような感じでね、本当に口惜しいなと思うところでございますけども、今回の私のちょっとお願いなんですけども、西田昌司さんのチャンネルを登録してね、でもっともっと拡散してもらいたいんですよ。今西田昌司さんのチャンネル、私が見始めた頃は2万人弱だったんですけど、今4万5500人になりました。これが10万人ぐらいになって、もっともっとね、拡散力とか影響力が広がっていくと、私たちの暮らし、特別定額給付金10万円どころかね、もっともっと今までの暮らしとは比べ物にならないぐらい、私たちの国っていうのは実は豊かだったんだってことに気づくと思います。もちろん貧困で悩む方ももういらっしゃらなくなりますし、ネグレクトとかね、DV とかっていう問題も極端に減ると思いますし、もはやね、貧困を理由に自殺する方は極端に減っていって、もっともっと私たちは豊かに研究費、医療費、それから将来に向けての教育費、こういったものに投資できるようになるんじゃないかなと思います。まさにね、今ね、財務省がわけのわかんない理論で国民を苦しめてるんですよ。何の意味があるのかと、将来世代に月を残すなって言いますけども、まさにね、財務省と財務大臣麻生財務大臣の存在が将来世代に月を残している、ここに、深く切り込んでくださっているのが西田昌司さんではないかなと思いますので、動画概要欄からね、ぜひ一度ご覧いただければと思います。それでは特別定額金10万円の話題、今日はなかったんですけども、ただ西田昌司さんに、しっかりとね、 YouTube 活動していただければ、10万円どころか私たちの暮らしは根幹から楽になるということと、あとね、実際日本は豊かで楽な国なんですよ。これがね、私たちは見えなくされているんですよ、財務省によって。西田昌司さんの話を聞くと、それがクリアに分かるようになると思いますので、重ねて申し上げます。ぜひご覧ください。では失礼します。